はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川ですオーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します本日ロンドン市場の見通しとなりますまずは結論からはい2時間足ボリンジャーバンド一目金公表上昇トレンド進行中ストーキャスティックス会議シグナルが点灯ということではい2時間足ベース顕著な推移を予想しておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい、まずは2時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線20本移動平均線上昇しておりますローソク足はといいますとプラス2シグマラインに絡む形で上昇ということで2時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です、はい、2時間足ストーキャスティックス回シグナルが点新たに点灯さらに赤いラインのパーセント D 鋭角に上昇しております強い回シグナルが現在点灯中ということです、はい、2時間足1目均衡表ですこちらもきれいな上昇トレンドの形状さらには短期表の赤いラインの点火線中長期の青いラインの基準線 直近の動きを示す紫色のラインの地行線。三本とも鋭角に上昇しておりますので、強い上昇トレンドが進行中ということです。はい、それでは、本日、えーと、ロンドン市場のサポート・レジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、九十六円の五丸レベル、九十六円の五丸レベルと考えております。続きまして、レジスタンスラインですね。はい、九十七円の五丸レベル、九十七円の五丸レベルと考えております。もうちょっと。 はいこのぐらいですね。はい。はい本日ロンドン市場の予想レンジ96円の5万レベルから97円の5万レベルです。ハ、は、イ、い、ポイント上昇トレンド進行中97円台目前ということでまずはチャート形状から。 はい、2時間足ボリンジャーバンド一目均衡表、強い上昇トレンド進行中、2時間足ストーキャスティックスも新たな買いシグナルが点灯して、さらには強い買いシグナルが点灯しているということで、はいえー、っとチャート形状から言いますと、本日ロンドン時間ですね、まあ、堅調な推移が予想されるということで、はい、あとはもう97円目前ということで、はい、年初代 家の高値の6月8日の96円の87までもうすぐというところで、まあ、あのこのまんまいけばです、ねまあ、あの97円到達も時間の問題と考えております。はい,そう,いうことで本日、ロンドン市場です、ね、オーストラリアドル円につきましては顕著な推移を予想しております。本日は以上となります。